おはようございます。では1月2日の冬季講習やっていきましょう。で、今回は上の3問が並び替えで、4番が穴埋めで、5番と6番が2つの文がね、同じような意味になるように穴埋めやってみてください。では早速ね、自分の方は解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よし、じゃあ始めましょう。でね、先にちょっとね、言い訳をしておきたいことがあって、多分睡眠不足のせいなんですけど、ベロのね、付け根に今口内炎ができてるんですよ。自分すごく昔から口内炎ができやすい体質なんですが、非常にね、痛くて喋りにくい。だから、いつも以上に噛むかもしれない。で、それはね、口内炎のせいなんで、そこはちょっとご容赦ください。っていう言い訳を先に言ってスタートします。では行きましょう。私たちは彼らにこの CD を聴いてほしいと。で、これはまず主語がね、私たちは、だからまあ We から始めます。これは固定でいいですよね。We。これは私たちは。で、ポイントはこの Want です。これの使い方。で、Want は、今回結論から言うと、Want A to B を使います。書いておきましょう。Want A to、まあ、ほにゃらにしとこうか。B ね。まあ B って書くこともあるんですけど、で、これはですね、A に、ほにゃららしてほしいって意味になります。A に、ほにゃららしてほしいです。で、このほにゃららのとこには、これ不定詞なので、to イコール動詞の原型です。来るのはね。で、それを使っていくと、で、want と we の後ね、主語の後 want を使って、we want だね。で、今回は、彼らにこの CD を聞いてほしいんですよ。彼らになんで、them が入ります。We want them. で、to が来て、まあ、あと残ってるの listen か。こうなって、We want them to listen to this CD みたいな感じになると。これで、私たちは彼らに to の後ろね。やっぱり、この to は listen to のセットだからさ、音楽、この CD を聴いてほしい。聴くっていうことをしてほしいから、聴いてほしいっていう意味になります。want A to ほにゃららで、A にほにゃららしてほしいです。で、ちなみに、その A が入らない、want to ほにゃららという使い方もあります。want にはね。で、これは、主語が、まあ、例えば I が来たら、I want to ほにゃららで、私はほにゃららしたいです、単純に。まあ、ここにも動詞の原型が来るんですけど、じゃあ、例えばこのまま使いましょうか。I want to listen to this CD って言ったら、私はこの CD を聴きたいってなるんです。ほにゃららにとかが入らないからね。いいかな。で、まだ付け足しでごめんね。結構出てくるんで。この1、2の後ろに B を入れる。1、2、B、ほにゃらら。っていうと、ほにゃららになりたいになります。職業とか。サッカー選手になりたいとか、学校の先生になりたいとかもそうですけど、これ覚えておくといいです。英作で結構使えたりするので、1、2、B はね。いいかな。じゃあ、2番行きましょう。で、次はね、メアリーは写真を撮ることが上手です。まあ、これ選択肢見たら、まあ、見ても気づけることなんですが、ここですね。ほにゃららが上手という言い方。これ熟語なんで覚えてしまいましょう。これは、be good at ですね。be good at。で、ほにゃらら。これでほにゃららが上手という言い方ができます。で、主語が今回はメアリーなので、まあ、メアリー使いましょう。メアリーですね。で、メアリーにくっつく B 動詞は今 is なので、メアリー is good at。で、ここにあるように be good at の後ろにはこうやって ing が来ます。まあ、taking ね。まあ、もともと take ですけど、おっと、take って書いてもらった。taking pictures、まあ、写真撮る、 take picture でね、まあ、写真を撮るなんて、もともとは take a picture か習うのはみんなが、で、それが複数形になって take pictures の ing で、 Mary is good at taking pictures みたいな感じになる。いいかな、まあ、ここで覚えてほしいのはこいつです。 be good at ing でほにゃららすることが上手、まあ、得意って言い方もね使えますけど、となります。で、3番ですね。次は、彼女はケーキの作り方がわかりませんということで、まあ、主語のシーンは来てるんで、まあ、彼女はちょっとカットしちゃいましょうか。久々にね、カット。で、doesn't 否定文になってるので、まあ、ちょっとカットはしにくいか。で、she doesn't の後ろには動詞が来ます。動詞。で、何ができないのって、できないが何が、否定なのっていうと、わからないんだね。
分かるっていうことを否定されてるので、まずこっち脳が来ます。メイクじゃなくて、今回二択あるからね、動詞が。まずは脳が来る。これで、ね、she doesn't know で、彼女は知らないんです。あ、しかも分からないんです。いいかな。で、何が分かんないのっていうと、ケーキの作り方なんですよね。で、ここでポイント、まあ、ほにゃらの仕方にしとこうか。ほにゃらの方法とかもありますけど、これの作り方が、how to ほにゃららです。how to ほにゃらら。このほにゃららには動詞の原型が来ます。これで、書かないで、口で申し訳ないんですけど、one, two と同じです。こっちも同じじゃない？動詞の原型が来ると。ってことで、ちょうど how to があります。how to があるね。だから、she doesn't know how to で、動詞の原型なんで、make を使いましょう。これで、作る仕方なので、作り方になります。how to make。で、何の作り方って言うと、ケーキなんだよね。だから、ケークス残ってるんで、ケークス。で、することで、彼女は、ここで、ケーキの作り方がわからないという意味になります。この how to ね。ぜひ、よく使うので覚えておきましょう。では、4番ですね。4番は、彼はあまりに忙しくて彼女に手紙を書けなかったと。で、まあ、ポイントは、これたまに省略されるけどね、あまりにが。あまりにほにゃららで、ほにゃららできなかった。わかんない？あまりにほにゃららで、ほにゃららできなかったっていう言い方は、to to 構文です。to to。ここに書いておきましょう。to ってこっちね。こっちの to で、後ろがこの to。to to 構文。で、実は今回の答えはそのまんまです。he was too busy to write to her ですね。これで完成。まあ、知ってればすんなりいけるかなという問題ではなるんですけど、一応訳していきましょう。で、彼ね。彼は、ここがあまりに忙しい。busy 忙しいね。あまりに忙しくって、これができなかったっていう意味になる。で、write to her は彼女に書く。まあ、彼女に手紙を書くってことね。書くことができませんでしたという意味になります。to to 構文。で、これは to to が習うときは、あと it for to かな。今回問題にはしてないんですけど、ここじゃあれですね、動画の概要欄に、リンク貼っておきます。it、まあ、for はね、省略されることもありますけど、for人、to ほにゃらら。これは今セットで習うことなので、まあ、ぜひね、一緒に覚えておきましょう。あ、ちなみにこの it for to は、この人にとって、これこれすることはこれこれであるみたいな。例えば、彼にとって、この問題を解くことは簡単であるみたいな風に作ります。it for to ね。じゃあ、5番行きましょう。まずこっち訳します。she likes to listen to music. で、この likes to。これね。まあ、like が好きって意味がね、まあみんな知ってることだと思うので、彼女は好きなんです。で、likes to することによって、to の後ろ、まあ、動詞の原型来てますけど、その、この行為をすることが好きっていう風に訳せます。だから、listen to music、音楽を聞くだよね。音楽を聞くことが好きなんです、彼女は。っていう意味になります。で、それをじゃああっち、どうするかっていうと、まあ、この likes to のね、書き換え、ほにゃららすることが好きだよっていうのは、be と、まあ、of があるので、これが目印になる。間に入るのは、fund ですね。fund. be fund, ちょ、声がね。ごめん。be fond of ほにゃらら。で、ほにゃららすることが好きという意味になります。で、この、最後入るかな。と。ちょっとね、ここに書いて意図的に。be fond of, やべ、声が。ごめんね。ほにゃらら。これでほにゃららすることが好きなんですけど、これは be good at の後ろと同じで、ここ ing です。まあ、同名詞ってやつが入ります。だから be fond of を入れた後に、何が好きなのって音楽を聴くことが好きじゃんか。だからリッスンを入れないんですけど、ただのリッスンではなくって、必ず ing、listening ですね。listening to music。こうして、これで正解となります。be fond of 覚えておいてください。で、ラストもね、有名な書き換えなんですが、まず、I said to Tom,
私はトムに言いました、だね。で、何言ったのかなって、今会話文が入って、会話がね、カッコが入ってますけど、please tell me the way。 で、これまあちょっとここ問題見ただけだと多分まあ道っていう意味でいいと思います。まあ方法と訳すこともできるんですけど、tell me、 言ってって、でお願いね、 please お願いしてるんだけど、 tell me the way、 道を言って、つまり道を教えてって言ってるんだよね。そう、だから私はトムにね、道を教えてよって言ってるという意味になります。いいかな。で、それを一文で書き換える、会話のこのカッコがない状態でね。で、私はなんとか、トムになんとかして tell me the way となってるんですけど、まず答えから書きましょう。で、said、 過去形になってるので、そこちょっと注意して ask に過去形をします。これで ask を使って後ろに to を使う、これ有名なやつですね。書いておきましょう。ask、 今過去形になってるけどね、 ask 人 to ほにゃらら、これでこの人に、後ろ、まあ、to の後ろ、動詞の原型ね、またね。動詞のこのことをお願いするとか、頼むって意味になります。ask 人 to で、この人に、こにゃららすることをお願いするとか、頼むね。で、今結局、トムに、道を教えてよってお願いしてるじゃないですか。だから、はい、これを書くことによって、私は、tell me the way、 道を教えてくれることを頼んだと。教えてて頼みましたよ、と。いう意味になりますので、ぜひね、この辺の書き換えも覚えておいてください。では、今回はね、この6問やらせていただきました。まあ、ちょっとね、ここは必ず載せておくんですが、後でチェックした時に、まあ、この辺も復習使えるかなっていうのがあれば、概要欄の方に復習用のね、リンク貼っておきますので、ぜひね、そちらの方も見てみてください。では、今日もね、お疲れ様でした。今日も一日頑張っていきましょう。